山水の霊気、自然の精気、天地間の精気を吸い込む霊視は、大自然が人類に与えてくれた宝物です。昔から霊視は深層の別名を持っています。初めてこの名が現れたのは神農本草業という中国最古の薬学書籍で、霊視は禁住されている条約であり、寿命を延ばし体の生理機能を整え正常に働かせると論述されていました。近年、伝統的な漢方薬と西洋科学技術との融合により、霊視の中の有効成分のみを抽出する研究が進み、条約である霊視は21世紀のバイオテクノロジーを担う輝かしい存在となりました。それでは、これから霊視の科学技術の世界を覗いてみましょう。生命の偉大なゆえんは、果敢に人生の真、善、美を追求する点にあります。精一杯生きてこそ意義のある人生を過ごすのができます。シャンホーはさらに良いものを求める探求心を持ち、優れた品種を育てるために農業生物技術分野に精通した専門家らが、60数種類の霊視の品種の中から千数回以上の試験が行われ、子実体の各段階の成長を記録します。同時に成分分析センターの精密機器により、その変化を測定し、霊視子実体の成長の過程を正確に把握できるのです。やっと優れた霊視の原料を順調に育てるのができるのです。この舞台裏で貢献しているのは、シャンホーの生物技術研究所の研究者たちです。当初は国内におけるトップクラスの専門家を網羅し、一流の測定機器を導入し、最新情報を入手し、国内屈指の科学研究センターとなりました。研究者たちは日夜怠らず、数年の心力を尽くした結果として多く受賞されてきた最高級の品種である有権1号の開発の成功に至りました。このような健康食品は時代の使命を帯びるだけではなく、さらに全人類の健康を守る責任を担っているのです。